い、こんにちは、今回の、東京大会では見事このライブボイス出身の恋で、全体総合を獲得することができました。非常に、喜んでます。そして80部昭和でも雅賞、70部昭和で、東京賞、大きな賞を3ついただくことができました。おめでとうございます。はい、ありがとうございます。でということで、今回、受賞記念ということで、自信のある声を出品させてもらいました。こちらの方はお気楽にクリックでどうぞよろしくお願いします。はい、じゃあ今日出品した声からも受賞するような声が大きくなるといいですね。はい、今回の声みたいに、我慢で勝っているといいことがあるかもしれません。我慢して一生懸命飼育を愛情を込めてどうぞよろしくお願いします。はい、それでは、今回受賞記念の恋1本目早速見ていきたいと思います。はい、ちょっと明るすぎますね、ちょっと待ってくださいね。はい、1本目の恋になります。こちら紅白で、サイズが15センチです。それではお願いします。はい、15センチ紅白です。まだ小ぶりですが、この鯉は今回の総合の鯉の兄弟の、X ジュニア、それに、うちの OB の作った、カチさんの、紅白をオスにつけて作りました。メスは違いますが、今2歳で同じ系統での組み合わせで非常にいいのができています。今回縦鯉の中から選んで出品させてもらいました。非常に三段で、非常に模様もよく、まだ色は薄いですが非常に良くなると思います。はい、さすがに、全体総合とって機嫌がいいところなので、今回は大日国田店さんっぽくないこれもいいものを揃えていただきました。はいはい、はい、ではないね。はい、この方を見てみましょうか。はい、はい、非常にね、この頭の入りが丸点っぽく非常にいい配慮をしています。はい、はい、はい、出品していただきましたので、ヒロシさんのコメントが好きな方も多数いらっしゃると思いますが、動画の方をじっくりご覧いただいて、この機会にぜひ、なかなかこの際出品していただけない大日さんなので、ぜひね、はい、機会にご検討いただければと思います。はい、本当にね、この模様はね、どっちの縦鯉より模様がいいです。はい、はい、なかなかこう、ヒゲがいいときつかった出品してくれないので、ぜひ本当にこの機会にお見逃しなくという感じで、今回は14本出品してますので、ぜひご覧ください。こちらは15センチ高額です。ぜひよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。